友枝和明君。おはようございます。自由民主党なごみの友枝でございます。今回の定例議会におきまして質問の機会を与えていただき心から感謝を申し上げます。今年の夏も熱闘甲子園全国高等学校野球選手権大会から始まり県予選決勝で地元八代東高校に勝利した九州学院高校がベスト8まで検討されました。また本市では成松監督率いる私立第4中学校相撲部が第38回九州中学校相撲競技大会で団体優勝個人優勝それから第40回全国中学校相撲選手権で団体優勝第40代中学校横綱を獲得されました。心からお祝いを申し上げたいと思います。今年の夏も毎日真夏日猛暑日と続いております中で県内水稲作柄は平年並みと九州農政局が発表いたしました。4月から5月にかけて低温と日照不足の影響で係数は少なく最終的には穂が出揃いこれから1ヶ月の天候で収量が採用されます。残暑が続きますと高温障害で収量が減少する可能性もありますが実り多い秋を期待しているところでございます。それでは先般の通告に基づき要望を含めた質問に入らせていただきます。まず船長という地名をご紹介いたしますと明治22年1889年4月1日に大牟田村、吉尾丸村、新牟田村、小金村の4つの村が合併して新しい村ができましたと時に生まれました。新町村選名事由書の書に合併村単別を合計すれば900町余りにして船長に近き町村なりゆえに村名とすと記されております。船長とあるべきところを略字の今の船長としたということであります。この船長の北側に長溝川、山王川、ゆかり川、八千川 が合流しているのが小田谷川であります。今日まで辛抱してこられた先人たちの苦労に報いるために早期完成を願っているところであります。そこで現在改修工事が行われております。改修工事の進捗状況についてであります。農水サイドでは事業名が小田谷川流域農業農村整備事業で平成12年度から淡水防除事業と排水対策特別事業に着手し排水機場及び排水路の整備が現在行われております。また平成6年度に河川局部改良事業が採択され平成11年度から広域基幹河川改修事業、平成18年度から総合流域防災事業として実施されております。事業期間は平成11年度から平成30年度までの予定であります。毎年、梅雨時期に水害が発生しておりますが、現在の工事の状況をお尋ねいたします。2点目は、船長工区における過去4年間の集中豪雨の被害状況についてであります。平成19年7月6日八千代川氾濫のため床上浸水8件床下浸水32件通行止め数箇所農産物におきましてはイグサ80ヘクタール水稲全域畑場港133ヘクタールアスパラガス3ヘクタールイチゴ苗20ヘクタールその他、露地野菜2ヘクタールの被害でありました。今年も6月29日の集中豪雨で消防団も出動しております。
方面隊長も船長署に詰めて連絡を取られていたが、団員に勤め人が多く、平日昼間は団員召集が困難であったとの連絡を受けております。この日の消防団の出動状況と今後の対応を伺いたいと思います。また土のうを使ったとのことでありますが、東牟田地区においては水害常習地域でありまして、当地区の区長や住民の方々は毎年大変な思いで頑張っておられます。平成19年度の災害を教訓に、区長さんの計らいで防災訓練を兼ね、土のう作りを実施され、備蓄していたその土のうを使用されたとのことでありますが、船長工区の土のうの備蓄状況をお知らせください。次に3点目、八代港重点港湾選定についてでありますが、8月3日に国土交通省から発表があり、八代港が重点港湾に選定されたことは皆さんご承知のように大変喜ばしいことと思っております。重点港湾選定については八代市議会としても意見書提出の議決を得て、国及び県に対し送付いたしておりました。特に6月25日の要望会には市執行部、八代経済会の方々とともに、市議会から山本議長、田中副議長、経済企業委員会を代表して私の3人が参加し、県知事に意見書を手渡すとともに、前原国土交通大臣の一件一項の原則論発言を受けて、知事に対し国への要望は八代港に絞り込むよう要望してまいりました。また同日は松野民主党県連会長ほか、民主党県にも協力要請してまいりました。さらに7月26日には八代市、人吉市、宇土市、水俣市、上天草市、宇城市、天草市の7議会議長からなる城南7市議会議長会が県知事へ要望され、八代市議会からは山本議長が出席されました。このように八代市議会としても重点港湾選定に向け、議長を中心に精一杯取り組んだ結果でもあると思います。そして八代経済会の方々の熱意と努力にも感謝を申し上げたいと思います。そこで改めて選定を受けるに至ったこれまでの取り組みについての経過をご説明いただきたいと思います。また本市の活性化のためには企業誘致を積極的に進めることが肝要かと考えます。一昨年のリーマンショック以降、景気の低迷を受けて企業の新たな進出は大変厳しい状況にあることは理解しておりますが、昨今のマスコミ報道によると半導体関連の企業を中心に新規投資の動きがあり、県内企業も同様の動きがあると聞いております。ぜひこのチャンスを逃がすことなく企業誘致に取り組んでいただきたいと思います。そもそも企業誘致には工業用地が必要でありますが、八代外港工業団地内には分譲可能な用地があるのか状況をお知らせください。次に8月26日市内ホテルで今後の八代港の活用について講師を招聘され、セミナーを開催されましたが、市として今後どのように八代港を活用したまちづくりを進めるつもりなのか伺いたいと思います。次に4点目、港八代フェスティバルについてであります。八代港を広く PR し活用促進を図る方策の一つとして、港八代フェスティバルが開催されております。どのような内容で実施されているか改めて伺いたいと思います。以上について答弁をお願いいたします。あとは質問席からいたします。松岡建設部長。はい。
議員ご質問の1点目、大材川改修工事の進捗状況についてお答えいたします。大材川は八代郡氷川町を源とし、仙町、鏡、昭和を流れ八代海に注ぐ流域面積35平方キロメートル、延長13キロメートルの県管理の2級河川でございますが、毎年梅雨時期を中心に仙町、鏡地区の中流部において大材川の出水により家屋や農作物の浸水被害や道路の冠水などが起き、地域住民の方々に大きな苦渋を強いております。このようなことから昭和58年初頭より流域の仙町地区で要望活動が始まり、昭和59年には八代新地地区に大材川排水ポンプ設置規制会が結成されました。昭和62年に当時の宮原町、仙町町、鏡町、八代市の4市町による大材川流域農地防災事業促進協議会が設立され、平成5年には同協議会が大材川流域防災事業促進規制会に改められております。平成17年の市町村合併に伴いこの規制会が解散されましたが、平成18年に熊本県八代地域振興局、八代市氷川町にて大材川流域連絡会議を設立、平成20年度から同連絡会議にて地元区長への事業説明を行っているところであります。河川改修事業につきましては、議員のご質問にありましたように、平成6年度に局部改良事業、平成11年度に広域機関河川事業、平成18年度からは総合流域防災事業として事業採択され、農業関係のポンプ場や排水路整備等を行う大材川流域農地防災事業と合わせて現在鋭意整備中でございます。この河川改修計画は県道八代鏡線の第二大材橋から上流の JR 鹿児島本線までの区間で、川幅を広げ高さ3メートルの築堤を行うものですが、計画区間の延長は本線の大材川で4070メートル、支線の横狩川で2700メートルでございます。築堤につきましては、まず高さ3メートルのうち1メートルの高さの暫定築堤で整備を行い、その後完成形の高さ3メートルの築堤整備の予定をされておりますが、現在下流の第二大材橋から大材川と横狩川合流地点の上流地点まで、暫定築堤が整備されております。事業費につきましては、河川と農業事業を合わせて約117億円で、そのうち河川改修事業費は約72億円でございます。平成21年度末での河川事業の進捗率は事業費ベースで 46% となっております。平成22年度事業では横狩川の東出橋下流の碑文整備や、本線の二軒屋橋下流にあります堰の移設のための設計等を予定されております。河川事業におきましては、高さ3メートルの築堤を行うことから、橋梁の架け替え等構造物が多く、横狩川に架かる新橋や架け日橋の架け替えは完了いたしましたが、まだ10橋以上の架け替えが残っている状況でございます。このようなことから、河川事業が農業サイドに比べ事業の進捗が遅く、排水機場のポンプのフル稼働ができないこと、また暫定築堤の高さが右岸と左岸が違う等のさまざまな課題があるところでございます。そこで市では事業の一刻でも早い完成を目指し、国や県に事業の促進をの要望書を提出しているところでございます。最近では昨年12月に
市長が民主党熊本県連に要望書を提出されております。大西川の改修は流域住民の皆様の悲願であることは十分認知しておりますことから、今後も市として早期完成を目指し活動を続けてまいりたいと思っております。以上お答えといたします。友枝和作君。ただいまの説明で、よく分かりました。現在、八代新地排水機場は完成をいたしまして、稼働しております。それと、新牟田排水機場も来年度より稼働する予定となっておりますが、河川の堤防がまだ完成していない現状では、ポンプを運転し、強制排水してもですね、限度がありまして、ポンプを中止しなければなりません。非常に残念な場合もよく現場でじっと見ておるだけでございます。その間に上流から水量が増し被害が発生するわけであります。この間にですね、小田屋碑文のゲートの開閉、これをもう綿密な連絡を取ってですね、有効に活用していただきたいと。これがまあピシャッとできますと、ある程度は水位が収まるというような感じが私なりに思います。まあ、そういうことを連絡を取りながらですね、十分今後その時々にお願いをしたいと思います。地元の方々の不安もですね、一日も早く解決するということではありません、こと言うまでもありませんが、スピード感を持って事業の推進に図っていただきたいと思います。それから市長は前原大臣とは面識がございますので、一つ強く要望をお願いしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次お願いいたします。長原企画振興部長。仙町高校における過去4年間の集中豪雨の被害状況についてお答えをいたします。先ほど議員のご質問の中にもあり、重複する部分があるかというふうに思いますが、お許しをいただきたいというふうに思います。仙町高校におきましては毎年数回の住宅関係の被害が報告されております。まず平成19年度でございますが、床上浸水8件、床下浸水32件、道路通行止め数箇所が発生しております。平成20年度は床下浸水11件が発生しております。また平成21年度には床下浸水4件が発生しております。今年度につきましては、現在まで床上浸水1件、床下浸水38件、道路通行止めが数箇所発生しております。次に6月29日の集中豪雨に対する消防団の出動状況についてでございますが、氾濫注意水位の時点で仙町方面隊長に支所に詰めていただき、各分団長への連絡や確認等をお願いしましたが、団員に勤め人が多く実際に出動いたしましたのは仙町方面隊223名のうち36名でございました。当日の任務といたしましては、土のう積み5箇所、管轄区域の巡回、被災状況の調査確認、浸水区域道路の交通整理及び規制に協力をいただきました。ただいま説明いたしましたように、平日の昼間は団員の招集が困難であり、また支所内には本部分団員が4名おりますが、今回は市民から土のう積みの緊急依頼があったため、本庁に勤務する本部分団員4名も出動させたところでございます。今後は地元自主防災組織にも協力をお願いしていく必要があるかというふうに考えます。次に土のうの備蓄状況でございますが、東牟田地区におきましては、平成19年度の水害を教訓に地区の防災訓練を兼ねて土のう作りを実施し、
現在3カ所に200から300体の土のうを備蓄しております。また支所におきましても今後の災害に対処できるよう本部分台による毎月のポンプ点検時に土のう作りを行い、現在支所倉庫内に300体程度を備蓄しているところでございます。以上お答えといたします。友枝和作君。ただいまの説明のとおり毎年発生している状況でございます。特に近年は八千川の水量が増え、冠水地域が拡大しており、お台場に流入する関係河川にも防災に向けてドークサイドの河川改修事業と農水サイドの強制排水施設整備との綿密な連携を取りながら事業の推進に努めていただきたいと思います。この八千川が近年すごく水量が増えるのがよくございまして、昨年は一軒の農家が露地野菜の苗が全滅した農家もございました。それから6月29日の消防団の対応ですが、支援庁航空だけではなく八代市消防団の現状でもあるとも言えると思います。233名の団員のうち36名の出動でありますが、災害の多少にかかわらず大変だったと思います。今後は地元自主防災組織にも協力をお願いしていく必要があるとの答弁がありました。これを早急に体制を整えていただきたいと思います。2点目の土のうの備蓄状況でございますが、現在3カ所に200から300体の備蓄があるとのことでございますが、大牟田地区の長溝川もですね、今年一部水があふれた箇所がございました。3カ所では十分ではございませんし、上州地区には早急に対応をお願いしたいと思います。また土のうの材質ですが、薄いものがありまして、薄いものは1年で劣化が早いと聞いております。まあ、丈夫な土のうを使っていただき、そしてまた中身の泥を詰める泥です。泥はシラスは粒の大きいといいますか、山泥、普通の泥はのぞみしたしますと硬くなって非常に取り扱いが悪いようです。で、できますならばキメの粗いシラスを詰めていただくようご指導を願いたいと思いますし、まあ、屋内でできますならば屋内の雨にかからないような備蓄をお願いしたいと思います。以上でございます。次お願いいたします。那須商工観光部長。おはようございます。八代港の重点港湾選定についてお答えをいたします。昨年12月に国土交通省より今年の夏をめどに全国103の重要港湾の中から今後新規に国直轄港湾整備を行う港として40港程度を選定する旨の発表がございました。選定基準として貨物取扱用実績、地域拠点性、今後のポテンシャルの3点が示されたことから、八代港が県下最大の貨物取扱量の港であること、九州の中央部に位置する地理的優位性や高速交通網と直結し交通アクセスが優れていること、背後地に飼料コンビナートや製紙工場など日本有数の企業が立地しているなどの地域拠点性を持っていること、さらに今後のポテンシャルとして現在整備中の水深14メーター岸壁が整備されると輸送コストの低減により八代港の利便性が向上することから立地企業の進出や事業の規模拡大およびこれに伴います雇用の創出などを
経済効果が期待できることなどを要望の柱として訴えてまいったところでございます。要望活動の経緯でございますが、まず2月に熊本県八代市、熊本市および両市港湾振興協会の合同で九州地方整備局と国土交通省、県選出国会議員、民主党へ重点港湾選定をお願いいたしたところでございます。4月には国土交通省、県選出国会議員、民主党へ市単独で要望を行っております。この時一県一港の国の基本方針をお聞きしております。これを踏まえまして、5月に県に対し港湾管理者として八代港を重点港湾に選定するようお願いをいたしました。また6月には再度県選出国会議員へ八代港の拠点性、将来性を理解していただき、選定されるよう支援をお願いするとともに、県に対し市議会や八代港整備活用促進規制会と合同で一県一港の国の基本方針に従い八代港を重点港湾に選定するよう強く働きかけを行い、合わせて民主党熊本県連にも要望を行いました。重点港湾の選定が8月に行われることを踏まえ、7月に国土交通省、県選出国会議員および民主党へ最後のお願いをしたところでございます。このように国に対し5回、県に対し3回と八代港の拠点性や役割、将来性について民間の方々と一緒に訴えてまいりました。この間、先ほど友枝議員の方からもご紹介ございましたが、城南七市市議会議長会からも県に要望をいただいております。そして8月3日、国土交通大臣より全国43校の重点港湾の発表がなされ、八代港もその中の一つに選定されたところでございます。以上が今回の重点港湾選定までの経緯でございます。次に八代外港工業用地内の分譲可能な用地についてのお尋ねでございますが、外交工業用地内には県有地と民間の所有地ではありますが、分譲借地が可能な土地を合わせて約20ヘクタールが企業誘致の受け皿として活用できる土地がございます。次に八代港の今後の活用方法についてお答えをいたします。八代港は九州中央部に位置する工業拠点港湾であり、今後は利用される企業にとりまして利便性の高い港とするため、現在3万トンを超える大型船舶は貨物満載しての入港ができない状況、いわゆる潮待ちをしなければならないことから、輸送コストが割高となり輸送時間も長くなる課題を抱えておりますので、国および県に対し水深14メートル岸壁第1バースの早期完成、さらに利便性を高めるため第2バースの新規着工を求めております。今後は中国をはじめ東アジアを視野に入れ、貨物の集積を図るため官民一体となった積極的なポートセールスを展開するとともに、加賀島地区の土地利用につきまして、今後観光機能も含め関係機関と協議してまいりたいと考えております。以上でございます。友枝和明君。はい、ありがとうございました。ただいまの説明をお聞きいたしまして、八代港を最大限にアピールされ要望されてこられたことがよく分かりました。まさしく官民一体となって成し遂げた最大の結果であると私は高く評価したいと思いますが、いつまでも喜びに浸っているわけにもいかないと思います。これから重点港湾選定を踏まえ
八代港を中心に八代市一丸となって環境整備、また企業誘致など課題が増えることとなりますし、八代のさらなる発展はそこまで来たような気がいたします。来年3月には新幹線が全線開通をいたします。このビッグチャンスをいかに生かすか、八代にとって最大の課題でもあります。今後思い切った人には施策を期待をいたしたいと思います。それから八代港の今後の活用法についてでありますが、水深14メートル岸壁第一バースの早期完成、さらには利便性を高めるための第二バースの新規着工を求めていかれるとのことですから、ぜひ実現に向けて頑張っていただきたいと思います。また加賀島地区の土地利用、またポートセールスを積極的に、展開することはもちろんのことですが、市民との関わりも忘れてはならないと思います。例えば若者たちのデートコースになるようなスペースとか、また新八代駅に新幹線桜を停車させるような観光スポットなど言えばキリがありません。昨日野崎議員の質問に対し、自信を持っての八代港の戦略について市長が3点ほど強調をされました。実現に向けて一生懸命一つ取り組んでいただきたいと思います。次お願いいたします。那須商工観光部長。港八代フェスティバルについてお答えをいたします。港八代フェスティバルは本年度で23回目を迎え、市民と海の関わりを深める開業イベントであり、また貿易港としての発展と産業のまちづくりに寄与することを目的といたしております。本年度もステージイベントをはじめ、港を身近に感じていただけるよう充実した内容を提供できるように現在準備を進めているところでございます。具体的には全体を通してイベント参加型の催しをステージや会場各所で設けております。このほか海に携わる観光庁の活動展示コーナー、港で実際に使用される港湾荷役機械などの展示コーナーを用意いたし予定でございます。また食を通じて貿易港や地産地消が体感できるよう国際料理フェアや物産大市なども開催いたします。さらには海事観光庁の協力を得まして、護衛艦や巡視船の艦内見学や体験公開も実施する予定であり、その他にも立地企業の協力によりモーターボートやヨットを使った八代海クルーズを体験できます。イベントブースも数多く用意させていただく予定で、市内外の来場者へ広く八代港を実感できるよう進めてまいりたいと考えております。以上でございます。以上。友枝和崎君。私も毎年足を運んでおりますが、毎年見て食べて何かを買って帰っております。毎年同じ内容のイベントのような気がいたしますが、私はもっと市内外へ八代市すべての PR のつもりでさらに広めていただきたい。今年も期待して足を運びたいと思います。そこで、再質問でございますが、市は今年度新たな取り組みといたしまして事業仕分けを行っておられますが、これまで実施されている事業に市民目線を加え事業の見直しを図る趣旨については、私は少し不満を感じているところがございますが、関心も持っております。そのため4月29日に改正されました港八代フェスティバルの仕分け作業会議を傍聴いたしました。会議の中で市民目線でいろいろな質問あるいは意見が出されました。短時間の中で市民共同との結果が出されました。
市は仕分け委員からのこの結果を受けて、今後どのように港八代フェスティバル事業に反映させていくつもりなのかをお伺いしたいと思います。那須商工観光部長。はい、お答えいたします。7月29日の事業仕分けにおきまして、港八代フェスティバル事業はただいま議員の方からもご紹介ございましたが、市民共同との判断をいただきました。事業仕分けでの各委員のご意見といたしましては、八代港の利用促進につながるようポート成立を兼ねたイベント色をより鮮明にすること、また港に立地する企業の積極的なイベントへの参加を促すこと、さらに協賛金の協力拡大、合わせて市民が積極的に参画できるような体制づくりなどがございました。これらを踏まえまして、ポート成立を意識した企業の積極的参加を促すため、立地企業に対しものづくり現場の集中を図るため、工場の一般開放や企業製品等の展示など協力体制の強化や八代港の利用促進を図るため、荷主企業の招待なども検討したいと考えております。また厳しい経済状況を背景に、イベントへの協賛金は集まりにくい環境となっているところでございますが、協賛者にも魅力あるイベントとなるようさらに努力を続けてまいりたいと思います。さらに港八代フェスティバルの主催でございます実行委員会への市民委員の公募や、すでに運営スタッフとして市民ボランティア参加をいただいているところでございますが、今後さらに多くの市民の皆様にご協力いただけるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。友枝和明君。ありがとうございました。ただいまの説明で、これからの意気込みといいますか、感じました。八代港が重点港湾に選定されましたので、イベントのグレードアップも必要でありますが、先ほどの説明の中で市民委員の公募や市民ボランティアの参加をいただいているとのことでありますように、中身のグレードアップも必要であると思います。市民の皆さんが大勢参加され喜ばれるイベントを期待をいたしまして、今年も盛会に開催されますことを記念を申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。